はい、デメヨラに聞きたいコーナーということで今日も語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。始まりました。いや、始まりましたね。今日も衣装が変わりましたんでね、違う日ですよ今日から。2ヶ月分通りましたもんね。もうこの間。そうです。いや、1ヶ月の間にもうメンタルやられまくりの日々のコメントから、参考になってくれてよかったなというものまで多々ありましたけど、まあ、一つだけ言いたい、はい、私の意見だけで判断しないでくださいね。いろんな意見が、ね、ありますね。最近ちょっと注意書きも入れるようになりましたけれども、決して批判したいわけではございませんので、僕ら質問に、まあ、パドック的にはこうだよ、デメウラ的にはこうだよってことをね、お答えしてるだけですので、他のところあくまで個人の主観です、うん、いや、一応店的な話もしてますから、うん、店とは一切関わりございません。もうそれは遅いです。どうやっても遅いです。公式チャンネルで出してますからね。どうしようかな、いざ何かあったらすぐ切られる覚悟で出ております。辞表を胸にはないですね。辞表はない。切られるってそういう意味なんですね。いや、うちは物理的に切られる可能性どうしようってやられるってことですよね。そうそうそう。あ、なるほどね。首になるから、首になるとしたら俺は出ないですもんね。そんな自分の生活かけてまでっていうのは、まあでもね、もう皆さんのやっぱこう悩める子羊のね、皆さんがいろんな質問お悩み、寄せていただいてますんで、やっぱこれはね、嬉しい、うん、嬉しいコメントの方が多いんだけどね。共感したとか、そうそう、毎日楽しみに見てますって声もね、そうなんだ、最近よくそういうの聞くとね、書いていただいてるんで、おっさん単純だからやらなきゃなと思うんだけど、そういうね、応援の声が僕らのね、また力になってますから、皆さんもぜひ。めんどくさいんですよ、はい、でも結構めんどくさい、言っちゃいました、また結構めんどくさいんですよ、これ。まあ、でも今日は何十本で15本にしてますから、もう計算したんですよ、10分で撮ったとしても3時間あれば足りるはず、この間5時間やりましたからね、今回3時間ですか。3時間で比べれば、はい、もうね、今の2分使ったからこれ大丈夫です。ここからも大丈夫です、はいはい、ということで、皆様からの ご質問、はい。はい、質問お悩み受付中でございます。 QR コードか、YouTube のコメント欄でもね、受け付けてますんで、お気軽に、ご投稿ください。さて、今回は売れると思ったけど売れなかった商品どうするのデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。ありがとうございます。信州人さん、おすすめの迷彩柄教えてほしいです。こういう森だとこの柄とかあれば教えてほしいですということです。はい、はい、前提からまず話します。はいはいはい、僕は迷彩服が嫌いです。まず第一に、まあいろいろね、その好みはある。それはなんでかっていうと、サバイバルゲームだから許されてると僕は思ってるんですよ。服装の自由っていうのがあるから、うん、別に服装の自由、はい、軍に所属してるわけでもないので、そこまで効果に命のやり取りをしてるわけじゃないのでってあるんですけど、うん、個人的に、あ、これはすごかったなと思うのが2つあるんですよ。はい、まずはモッシュっていうんですか、モッシュオークですか、リアルツリー、リアルツリーはあれは分からなかったですね。秋とかの落ち葉がいっぱいの時に、あれでですね、枯れ葉のところに伏せられてた時は全然気づかなかったですね。すごいなこれはと思ったのがまず第一歩。もう一個はやっぱり陸地迷彩ってすごいなと思いましたね。陸地迷彩は見えないですね、うん、ギリースーツとかもあるんですけど、迷彩服っていうところと、まあ、それ迷彩じゃないですかね。迷彩服でいうと、迷彩効果が高いのは陸地迷彩がやっぱ日本の環境に合っている、四季折々にも合っているのと、リアルツリーカモは秋は陸地迷彩より効果高くなるかなって気はするんですよ、うん、だからシーズンを選ぶんですけど、でその反面じゃダメだった迷彩服は何かというと、うん、かっこよくて僕は好きなんですけど ACU、 やっぱりね、意味がちょっと違うんだろうね。着てましたね、ね、やっぱね、印象には残りづらいらしいんですけど、不自然ですよね、森の中に白いのがいたら。まあ、最近はもうデジタル迷彩と皆さんやってますけれども、はいはい、まあ輪郭が分かりづらくなるとなんか、ね、いう話ではあるんで、ね、残りづらいみたいなイメージだから、はい、残るんですよね、やっぱり。でも色合いがね、こうそこにちゃんと偽装してるわけじゃなくて、うん、で なんかねあれ街中とかはいい感じなんですよ、色合い的に、うん、森はダメね。
俺の経験、まあ皆さん着てる方はいらっしゃいますけどね。私も着てた。森は辛かった。あ、汚れてもいい作業着になってたというのがね、自分の感想ですかね。私もでもやっぱり日本の植生に合ってるのは陸自迷彩なので、まあ、今のね現行のタイプですけど、新潟とか呼ばれるものですね。昔のあの笹の葉迷彩って、あの北海道の植生を少しこう反映させた迷彩服ありましたけど、うん、あれは北海道でっていうね、まあ、戦うところがどこが主戦場かっていうので、当時は北方が前線になるんじゃないかということでしたから、まあ、今はねだいぶ変わってきてますし、まあ、海だろうけどね戦うのは。海から入ってきた時、海からちょっと入ってきた時、うん、どうなるかっていうね、うん、だけどまあ日本の植生には1年通してやっぱり陸自迷彩が一番いいんじゃないのかなと思いますけどね。効果高い気がするね、うん、あとはあれね、あの陸自迷彩でも今あの海外派遣とかで砂漠地帯みたいな中東の方行く時にはデザートカラーの陸自迷彩が一応出てますんで、偽装網を作れとかさせとか言われるもんね。実際にもあのもっと高めるさせ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 とかいう、その場にある植生をこう取りなさいみたいなことよく言いますよね。そうそう、一番いいのはそこの植生のものを、まあ、フィールドとかだとね、こう枝とか葉っぱとか勝手に折って使うなよって話にはなっちゃうんで、まあまあまあ、それはレギュレーションにね合わせてやっていただきたいんですが、木とかさせないからね、その場で切ってね木の刺し方あるんですよ。なんかくり抜いてさ、こうやって切ってこう、そこまでやったらもう学芸会でしょ。すごいと思うよそれ作るだけで1ヶ月半ぐらいかかりそうだもん。それはちょっとサバゲで見たことないけどね、木に化けてる、木に偽装する、うん、昔の忍者的な感じの人もいないよね。なかなかこう木の柄でこうプッてやってるような、あれ効きそうな気がするんだよね意外と。まあ側だけでも持ってってね、そう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 、丸まってあれ意外と効くんじゃない、うん、盲点かもしれないね。あの、うん、木のそれね、あの木の皮が色全然違ったらダメだろうけど、白樺のとこに杉を一生懸命やってもね、へえってなっちゃうから、うん、でも効果ありそうなんだよね。実際にスナイパーする人とかって布はかなり武器になるんじゃないかなって、そのかぶれる布、あまああのそれこそギリースーツがめんどくさかったらそういう布をね偽装を持ってければちょっと冬場はあったかいし、まあ、いわゆる人間の形って認識しなければ敵からすると人間だと思わない、敵だと思わないんで、あの意外性ナンバーは黒が目立つんだよね、はい、森の中って、森の中で真っ黒って自然界では存在しないと言われてるんですよね。違和感があるんだよね、はい、あれ人だよな多分っていう。あと室内とかでも真っ黒って案外なくて、だいたい壁って白い、白いね、から逆に真っ暗闇でも本当光が一切まあ、電気がついてなくても、もう真っ黒だとシルエットが分かっちゃうとかねあるんですよね。なんだっけ、塗料で黒色無双って真っ黒の光を透過しないとか、ああいうのを塗ることによって多分全身黒タイツみたいなのを艶消しなんか着れれば夜は消えられるんだろうけど、なかなか偽装っていうその後ろによるよね。黒いところだったらバッチリだけど、やっぱどうしても壁って白いところが多いから光の加減で結構分かっちゃうんだよね、うん、あれなんか浮いてないみたいな。そこをエアガンで砂漠やってる人は怪しいから撃つんですよね、うん、とりあえず撃つと当たるからヒットなんですよね。まあとりあえず砂漠で森であれば、まあ、陸自迷彩が一番効果は高いし高い簡単なのかなと思うんですけど、まあでもどの迷彩でも好きなのはやっぱ着て、このコスプレ的なね要素もありますから。森 OD 一択ですよ今も私。 OD?OD PMC じゃなくて、あどこでも今は PMC だけど、迷彩服着るとしたら OD 一択です。これは全然コスプレ的要素ない。ベトナム使ってるとかじゃないもんね。いや OD が一番こうなんかいいんですよね私の中で。あの本当作業着もう好みですね、うん、あの迷彩柄だからね、迷彩服が自分がやってた時にイメージ悪くついたっていうのもあるんでしょうね。迷彩服でほらコンビニ行くとか結構あったじゃん。そうすると迷彩服着てる人たちって何なんだろう、まあ、上下で着てるとねちょっとんっていう感じはあるからね。どっちかだけだったらまあファッションなのかなっていうイメージもあるけど、あの上下迷彩服ってさ、まあ、普段あんまり着ないですもんね僕らね迷彩服着ないですね。ブーニーハット被ってさ
それで行っちゃうんだからコンビニに。そりゃ何やってる人だろうって思いますよね、まあ、最近 の、 あの千葉のフィールドさんの近くのコンビニだともう分かってるからあ問題ないみたいな、ね、感じはありますけど、あす、ね、うん、まあ、ちょっとその辺参考に、ね、していただければなと思います。いいかなと思いますね、はいはい、よろしいですか。もう十分です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。